キャンピングカーのマッシュに取り付けるため、フロントバンパーリップディフューザーというのを買ってみました。この下側に取り付ける部品なんですが、こちらのバンク部分に取り付けたいと思います。まず少し磨いておきます。シリコンオフで脱脂します。今回はキャンピングカーのバンク部分にフロントバンパーリップディフューザーを取り付けてみました。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。